はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、このニュースですね。今日出た、ええー、まあ一番のニュースかと思うんですけども、10万円相当の給付ってことで、ついにね、えー、公明党が公約をしていたんですけども、まあ本当はね、えー、全国民に一律10万円給付ってことを、まあ公明党はね、コミットメントして選挙に臨んだんですが、まあ自民党がね、それはやりたくないというので、まあ揉めに揉めたんですが、まあ結果としてはクーポンになる可能性はあるんですけども、まあ年収960万円以上の人はできない、もらえないっていうね、 結論になったと。これについてね、えー、僕の、まあ、コメントを述べたいと思いますが、あくまで僕の個人的なコメントになってますし、ただね、やっぱりそういったものをね、ちゃんと伝える、まあ、動画にしたいなと。まあ番組にしたいなと思ってやってますので、まあ、皆さんもね、いらないご意見とかありましたらコメントでいただけたらなとは思っております。で、これはコメント 公明党のね、コミットメントなんですよね。だから公明党としては、なぜこんだけ揉めたかっていうと、やっぱやらざるを得ないというのがあると思います。なぜかそれで選挙を戦ってきたので嘘になっちゃうのでね。それは次の選挙に響くので、あとはね、やっぱメディアにね、叩かれるのもやっぱ嫌だと思うんですよね。なのでここでやってきたんですが、やっぱね、その、いわゆる1000万円クラスはもらえないということになるので、僕は当然もらえないんですけども、おやっぱり1000万クラスってね、子供関係ないじゃないですか。子供は平等ですよね。 その子供に対してやるんであれば、1000万だろうが、まあね、2000万だろうが、年収500万だろうがね、やっぱ子供に対してやるんであれば、子供は平等という、やっぱりその価値観でやらないとちょっとおかしい、嘘になるんじゃないかなと思うんですよ。それ子供不平等ですよね。それこそ親勝ちじゃないですかね。で、別に1000万だろうがね、その子供3人いる家庭で苦しいと思いますよ。今ね、非常に増税始まってますので、1000万、取りやすいところからね、今取り始めてるので、 年収1000万クラスになると、やっぱりほとんどね、年収500万の当働きのクラスのほとんど多分、苦しさって変わんないんじゃないかなと思いますね。で、その中でね、いろいろね、育児手当とかなくなってきてる中で、これもね、もらえないのかと。 いうことで、非常にね、そこは不動病動作ですよね。作取の不動病が生まれてるんじゃないかなと僕は個人的に思います。で、子供を持てば持つほどね、損をするっていう社会だと、やっぱ安心してね、子供を作れないですし、やっぱ今の少子高齢化の問題で解決しないですよね。で、これ知ってる人はね、もちろん知ってると思うんですが、もうあと5年がタイムリミットですよ。これを過ぎてしまうと、もう物理的にですよ。数学物理的に、 日本国民だけでもうね、その移民がどうかとか、今いろいろそういう論理もされてますが、まあ日本国民だけでも人口回復が難しいステージに入っちゃうんですよ。もうあと5年でね、このままずっと人口減が進んでしまうと、まあこっから盛り返そうと思ってもね、もう皆さんもちろん投資をやってるので、福利の効果とかね、そういうのはもちろん皆さん研究してると思うんですよ。だから減るスピードも早ければ、それだけそれからね、 また増やそうと思うとも,もうそうはいかないわけなんですよね。まあそういった意味では、あと5年ぐらいでもうね、人口をね、日本国民だけで増やすっていうのが難しいステージに入ってしまう。もうすでに入ってるんですけども、もう三 5, 5年ぐらい前からもう入ってるんですが、いよいよもうそれがもう、もう物理的に不可能というステージに来ます。それをね、なかなかメディアさんは取り上げないので、ね、ただの人口減みたいな形になってるんですが、いやいやもうね、もうもう難しいわけですよ。日本国民だけで、 日本国民がなくなっちゃう、いなくなっちゃうってことですからね。日本国民のアイデンティティが、もうあと5年したら、もうなくなっていくっていうことですよ。日本沈没って今ドラマやってますけども、まあ、あの状態ですよ。ね、そのアイデンティティがね、消滅するかもしれないっていうね、絶滅危惧種みたいなもんですよ。本当に、いや、本当のリアルな話ですけどね。なので、ただまあね、もうやるんだったらもうやるで、もうしょうがないので、まあ子供優先ですからね。まあ子供平等なので、全員でやるってことが、まあ最大条件なんですけども、まあ、 子供平等、搾取不平等で行くんだったら、まあ、それはそれでもこの点ね、もう言うまいでと、僕は思ったんですけど、まあ、これ僕のツイートなんですけども、もうここはもう子供、まあ、本当に困ってる子供さんもいると思いますし、まあ、そう、困ってるご家庭もあると思うので、まあ、とにかく、まあ、給付を急いだ方がいいと思います。なので、まあ、やるんだっても早くもやっちゃおうよと。もう、とっととやろうぜ、みたいなね。まあ、そんな感じで考えてはいます。やるならやろうということですよ。でも、 これ最大のね、一つ。まあ、あの、言いたいことが今日あって。でも、これがそのまま貯金に回ってしまったら、結局苦しむのは、やっぱりそういった低所得者になりますよってことを今日お伝えしたかったんですよね。どういうことかというと、結局もらいましたと。もらったけども、それをね、経済のその血流として使わずに貯めてしまったということになってしまうと、使わなければ、 経済は結局一番弱い部分から壊死していくってことになるんですよ。なぜかというと、結局使わなければ、経済は活性化しない。活性化しなければ雇用は生まれない。雇用は生まれなければ、やっぱりね、えー、その、給与も上がらないし、雇用先も増えないと。増えなければということで、結局一番弱い部分から壊死が始まりますよね。これはもうもちろんね、人間の体もそうですよね。僕一回ね、あの、登山して、本当の意味でね、 あの、どこだったっけな赤岳じゃないかな剣岳かなちょっと、うろ覚えで忘れてしまって申し訳ないんですけども、本当に遭難したことがあったんですよね。8月の末ぐらいに登山してね、行ったんですけど、まあ僕のね、そう、まあ緩みですよ。気の緩みがあったんですけども、そうする8月の末でもね、登山が好きな人だったらわかる通り、やっぱね、あのー、その、そのなんか山のてっぺんの方は雪が降るんですよ。8月上旬、下旬でもね、あ、雪が降ってきたってなって、本当にその夜中ね、このまま、 まあ、過ごさないといけないのかと。いう、その山でね。で、そういった防寒着もね、準備していなかったので、あのまま遭難して、見つか、見つか、たまたま上からね、山小屋から降りてきて、助かったんですよね。見つけてもらって、それで、あの、山小屋までね、案内してもらったので、まあ、一命を取り取げ、取り留めましたけども、もしあそこで山小屋から降りてきてくれた人が、僕の立ち遭難グループに、を見つけなかったら、もしかしたら、その、投資していたか、 やっぱり一番弱い部分からエシをしていたと思いますね。例えば指先とかね。あの、あと鼻の頭とかね。こういうとこですよ。こういうとこは。まあ、こういうとこだっらいい回復するからいいんですけども、鼻の頭とかエシちゃうとね、知ってる通り、もう回復難しいですよね。まあもちろんその最先端医療だったら別かもしれないですけども、やっぱり経済も同じですよね。そのお金っていう血流が滞ってしまうと、一番弱い部分からエシするんですよね。結局それは今やろうとしてる、その子供をの持ってる、まあ、 いわゆる苦しい過程というところに一番ダメージが来ると。じゃあ使わなきゃ意味がないということになります。だからまあ,まあクーポン論理論とかもね、なんか意味がない意味があるみたいな話になってますが、まあ使う方向に持っていくってことがやっぱり非常に大事かなと。だからまあ僕はやっぱりね、その高所得者とかは基準を設けずにちゃんとそれは使うっていう何かそのルールを設けるってことが結局全てを助けるんじゃないかなと思いましたけどね。まあでもせっかくなのでこの話もしたいんですが、あとはね、 強制貯蓄20兆円っていうのがあるので、これ何かというと、コロナ禍でね、例えば、まあ、いわゆるね、旅行に行けない、買い物に行けない、スーパー、スーパー行けるか、あの、百貨店に行けないとかね、あと、送別会ができないとかね、歓迎会ができないっていう、いろんなね、ええ、まあ、その、ずっとコロナによって抑えられてきた、強制的に貯蓄された額が20兆円あると、今言われてて、結構ニュースとかで話題になっていますよね。まあ、実際にあるでしょうと思います。まあね、あの、いわゆるね、その、デリバリーとか、机とかね、 えー、そういったものは売れましたけども、それ以外のところでね、まだ、えー、買いたいけど買えてない、行きたいけど行けない部分ってすごくあると思うので、これが次の経済のね、えー、V 字回復を担ってるんじゃないかなと思います。で、これをいかに使ってもらうかっていうことも、やっぱね、頭を使っていかないといけないと思います。なので、まあ、g o t とゴー t o 系前はある,あるならあるで別にいいんですけども、その先でこれを使わせるってことはやっぱ大事ですよね。なので、ここに対する、例えばね、減税策とか、まあ、消費税一時的な、まあ、 えー、使ったら使っただけ還付しますとか消費税を下げますとかね。まあ頭を使うといろいろ考えられるわけですよね。使った分だけ消費税は10%ですけども、一律10%なんですけども、使った分だけね、消費税が還付されて使、ね、減ってきますって言ったらみんな使えますよね。それを、例えばね、来年の夏までとか、 まあもうコロナが収束することを大前提ですけども、まあ、こういったことっていうのは、まあね、えー、いろいろこう考えればできるので、それと合わせてやっていくってことが大事かなとは思っています。まあこれさえちゃんとね、こういうのちゃんと考えれば、正直一日10万円でも十分ね、経済回復するとは思うんですけどね。まあこの辺はね、皆さんで、ね、いろいろコメントでね、いろいろいただけたら、僕もね、考えさせていただいて勉強させてもらえればなと思っております。今日は以上です。それでは高速で、GO!